はようございます、こんにちは、こんばんは、ドラマトークです。今日は岡田先輩にご登場願いましたなんか司会してるみたいだよねなんか大変なところにやってきた感があるんですけど楽しい場所です、ここは。楽しい場所、拍手になりましたえ、すごくドラマトークを頑張ってるよね。頑張っていますね、すごく、ね、はい、頑張ってて、なんか手書きのものが毎回ね、はい、見てくださってるんですね。見てる見てる、ありがとうございます。今日は日曜劇場東京 MER 走る緊急救命室についてトークをしていきたいと思います。うん、はい、はい、パチ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 はい、頑張りましょう、はい、え、今日のポイントは何なんでしょう。はい、うん、今日のポイントをまとめてきました、はい、北見先生、音羽先生です。これ先生の名前書いただけじゃないですかどういうこと、どういうこと。ここに全てが詰まっていると言いますか、うん、私の前提としてスーパードクターって、うん、なんかクールなイメージがすごいあって、もうツンツンケンしてるイメージがあったんですよ。なんかこう喋りかけられてもはいはいはいみたいな、解けない感じ、ね、でも、はいはい、無言でこう術をするみたいな、手術をするっていう術そうね、イメージがあったんですけれども、うん、北見先生はちょっと違うなと思って、うん、すごい優しいじゃないですか。優しいですよね。優しいし、熱いよね。熱いんですよ、うん、もう私、あの医師の北見ですっていうセリフが大好きで、うん、確かに毎回出てる、もう毎回欠かさず言っている医師の北見ですって言うと、はい、大丈夫みたいな、戻っておいでみたいな、うん、頑張ろうね、何々ちゃん頑張ろうみたいな言ってるじゃないですか、うん、そのおなじみのそのセリフが、うん、やっぱり優しくて、なんか思って描いてたスーパードクターと違って、すごいギャップを感じたんですよ。確かにね、患者さんにしっかり寄り添ってる北見先生っていう、あの熱い男、どんな現場でも貫いていっちゃう。そうです、もう燃えてますよね、常に。燃えてる、燃えてる。背景が燃えてる。これこのことかな背景が燃えてるのはね。北見先生、うん、そのものを表しているんだ。なるほど。出ちゃってる、北見先生の熱さが。そうです、僕からも吹き出してしまう。なるほど、そういうことね、はい、確信してしまいました。確信しちゃったのきっと違うけどねそして、はい、そして音羽先生、はい、第続いてが、うん、音羽先生、音羽ですね、音羽先生、うん、素敵な名前だなと思うんですけどまず名前ごめんね、はいはい、まあ敵じゃないですか、うん、第あるとこう手を東京 MER を解体させようとしていますよね、うん、そうそう、先生でいながら官僚だからね。あ、そうなんですね、そうえ、そうそう、それ CD だからそうでした、そうでした、うん、そうです、思い出しました。はい、では先生は医者で、医師でありながら、うん、東京 MER を潰しそうと、うんうん、潰してしまおうというふうにそう命令を受けていますけれども、うん、でも何やかんやで MER の役に立っているというか、そうやっぱりね、潰そうとしながらもどうしても患者さんを目の前にするとこう医師のこう使命感っていうのが湧いてくる感じ、ね、そこがかっこいいですよね。天使と悪魔みたいな天使と悪魔、ああ潰そうという悪魔の声と患者さんを救えという天使の、ね、声、この医師と両のその挟まれ、ね、挟まり合っている、挟まり合っているそうよね、自分の中での葛藤がね、はい、あるもんね。そこをやっぱり見どころで、これからどう心が進んでいくのかなというのが見どころかなと思います。見どころですね、はい、いかがですか。いいですね、よくわかりましたねいや、とにかくそうですよね、まあ、先生としてのこの2人を見るのもいいし、あとちょっと裏のストーリーというか、北見先生のあの秘密が私は気になりますね。あ、忘れていました、そこ忘れていましたか、大事な、ね、あれはまだ全然進んでないけどね、何があったのか、そう、ね、全然わからない、ちょっと最後までわかんない、そうそう、ね、えいや、そうなんじゃないの、うん、確かに、待ってるだけじゃそうですよね、ダメですよね、そこで来たから待ってるだけじゃ助けられない道がある、これですか、やっぱり自ら教
教えてくださいって言わないといけないと思うんで。どういうことですか？ドラムに対して、TBS に対して、自ら教えてください。秘密をちょっとずつでいいので、うん、明かしていただけると嬉しいです。誰に言ってるの今。そうですね。気になるところでございます。うん、気になるところでございます。分かっていただけたでしょうか、はい、分かっていただけたでしょうか。はい、日曜劇場、うん、東京 MER 走る緊急救命室、引き続き楽しみましょう。はい、見てください。見てください。せーの、アイテレビ。